ライオンの群れの中にバスで入り、間近でその姿を楽しめる多摩動物公園の名物ライオンバスが今月末から休止期間に入ります。檻の外からではなく、放し飼いのライオンをバスの中から見るというサファリ形式の展示は、多摩動物公園が世界で初めて導入し、およそ50年にわたって親しまれてきました。日野市多摩動物公園のライオン園にはおよそ20頭のライオンが暮らしています。その群れの中を走るシマウマ柄のバスがライオンバスです。動物園の名物ライオンバスが運行を休止するということで、平日にもかかわらずバス乗り場には長い列ができています。ちょっと子供に見せたくて、初めて乗させるので、まあ、ちょっと迫力あるところとか見せたいなと思ってます。2回目でもちょっとドキドキします。動物たちが近くに来るから。バスはライオンが暮らすおよそ1ヘクタールのエリアを10分ほどかけて回ります。最大の魅力は迫力あるライオンの姿です。バスの側面には馬肉が取り付けられ、ガラス窓に迫る姿を間近で見ることができます。休日の乗車人数は1日およそ3000人で、チケットの購入から乗車まで4時間待ちの日も。楽しかったです。すごい喜んでました。迫力がすごかったです。多摩動物公園のライオンバスは開園から6年後の1964年に運行が始まりました。今のサファリパークの原型となる世界初の試みで、窓は強化ガラスを二重にし、ゆっくり走行するなど、来園者とライオンの安全面に配慮してきたといいます。当時ですね、このライオンがいる広場の中に人が入るというコンセプトは世界中どこにもなかったんですね。実際にライオンバスをですね、ライオンがアタックすることってほとんどないんですけれども、初代のバスからですね、安全な作りになっています。バスの発着場となっているのは、ライオンが生息するアフリカ・ケニアをイメージし、イスラム教の寺院をモデルに作られたという建物です。運行当初から親しまれてきた建物は築50年を超え、老朽化による建て替え工事が決まりました。発着場の工事に伴い、ライオンバスは今月末から長い休止期間に入ります。なくなっちゃうのはちょっと悲しいかなって思いますって。この子はもうこの間から合計すると20回ぐらい乗ってます。変わっていくんだなって思うとしみじみ思いました。新しくまたライオンバスもね、なったら乗りに来ようと思います。多摩動物公園によりますと、発着場の建て替え工事は新年度から始まり、3年後、2019年度の再開を目指します。ライオンは仮のスペースで運動させるなど、園内で飼育を続ける予定で、その様子は来園者も観覧できるということです。他の動物たちにも頑張ってもらって、動物園の魅力が下がらないように、私たちども頑張っていきたいと思ってます。ライオンバスは今月いっぱいで休止となり、園内ではさよならイベントとしてライオンのぬいぐるみが当たるくじの配布やバスの歴史を紹介するパネル展示を行うということです。ライオンバスの再開が楽しみですね。多摩動物公園はライオンバス以外にも、おととしオープンしたアジアの平原というのがありまして、自由な姿で展示されている動物たちに会えるということです。これからも十分楽しめそうです。出かけてみてはいかがでしょうか。